今までレゴクリエイターのプロペラ機結構作ってきたんですけど、このプロペラ機結構かっこいい。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブリザーヒロギーだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター砂漠のバギーカーの続きになります。前回の動画でこちらのクワッドバイクに組み替えました。砂漠のバギーカーと違ったところがあってこれは良かったです。はい、今回の動画ではこちらのプロペラ機に組み替えます。はい、砂漠のバギーカーとクワッドバイクの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは組み替えます。完成、プロペラ機です。あー、思ってたより結構大きいです。はい、全体はこのようになってます。今までレゴクリエイターのプロペラ機結構作ってきたんですけど、このプロペラ機結構かっこいい。なんでかっていうと、羽が結構大きいのと、あとこれ横から見るともうこれ完全に飛行機のもう形です。はい、では近くで見ましょう。まずここがプロペラ部分兼エンジン部分です。プロペラのここの部分がタイヤのホイールになってます。そしてプロペラは回転します。プロペラのエンジン周りはこのようになってます。そしてここが操縦席です。まあ当然ですけどミニフィグは乗れません。羽のパーツは思ってたより結構大きいです。そして尾翼はこのようになってます。後ろから見るとこんな感じです。タイヤとかはついてないので転がし走行で遊ぶことはできません。この先端のプロペラが回転するだけです。ギミックはそんなないものの、結構大きかったりパーツを多めに使ってるのでこれはいいと思います。では大きさ比較いきます。ミニフィグと並べるとこんな感じです。まあ大きさ的にこちらマイクロミニフィグのスケールですね。これ先端のパーツを前に持ってきて、ここにちょっとだけ座れるところがあるのでミニフィグを乗せてみます。はい、無理やりなんですけどミニフィグを乗せてみました。まあ個人的にはもうちょっと大きかったら完全ミニフィグが乗ってもそんな違和感ないんですけど、なんかミニフィグが乗ってるだけで遊園地のアトラクションに見えます。はい、レゴクリエイター砂漠のバギーカーのプロペラ機はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター砂漠のバギーカーのプロペラ機に組み替えました。さっきも言ったんですけど、これのギミック、プロペラが回転するだけでなんか物足りないなって思ってたんですけど、意外と大きかったりパーツ結構使われてなのでこれはいいと思いました。まあ、個人的に強いて言うのであれば、なんかミニフィグが乗れるようなレバーとか椅子つけて欲しかったなって思います。今回砂漠のバギーカー3つ作ったんですけど、個人的に良かったのは最初に作れる砂漠のバギーカーです。砂漠のバギーカーが思ってたより大きかったのと、ミニフィグを乗せるだけですごい迫力があったのでめちゃくちゃいいと思いました。ちなみにこちらは去年発売されたレゴクリエイターなので、今手に入ろうと思うと難しいと思います。動画撮影してるのが9月の下旬なので、この時期になったらそろそろ新しいレゴクリエイター出ると思うので、新しいレゴクリエイターもめちゃくちゃ楽しみです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ